皆さん、スザンナのサブチャンネルへようこそ。今日はですね、こちらの封筒を作っていきたいと思います。はい、英字が可愛いですよね。で、ちょっとこうパッとした時に送れる封筒が手元にない時に簡単に作れる方法をご紹介していきたいと思います。で、封筒には、定型内と定型と定型外の2種類の封筒のサイズ、もしくは郵便のサイズが分かれています。で、その中でも特にこの定型サイズですね、こちらでは 50g までは一律料金で送ることができます。で、さらにこの定型には最大サイズと最小サイズっていうのがありまして、この最小サイズよりも小さくなるとまたこれは定型外に含まれるために、それ以上の郵送料がかかることになるので、必ずこのサイズより大きく、またこのサイズより小さくっていうのが決まりとなります。厚みは1センチまででしたら定型で送れますので、中身を1センチ以内にまとめてしまうというのも一つのコツだと思います。はい。ではこのサイズで作っていこうと思います。今回作りましたのは、だいたいですね、幅が12センチ、一番大きい12センチですね。で、縦も一番大きく作りたいなということで作ったんですけども、実際にはまあ19センチぐらいということで、23.5 までいけるんですけど、19センチの長さになっております。で、結構ね、思ったより大きい封筒ができるなっていうふうに思われると思うんですけど、はい、ということで、割と大きな封筒できますので、楽しんで作ってみられたらいいかと思います。では、早速作り方ご紹介していきますね。はい、今回私が使いますのは、この英語の本ですね。こちらでも読まなくなった英語の本のページを使っていきたいと思います。まあ、そんな英語のがないしという方は別に何でも包装紙でも何でも可愛い折り紙でも何でもいいと思うんですけど、例えばもう使わなくなったパターンであったり、そういうものを使っていただいてもいいかなと思います。もう本当に何でも紙であれば何でもいいかなという感じですね。はい。で、こちらのサイズが幅が15センチの高さが23センチあります。で、このままだと幅がサイズオーバーになってしまうので、まず幅をトリミングしていきたいと思います。ということで、まずは幅をカットするところから始めていきます。で、まず、元となる1枚の紙を用意します。だいたいね、本だったら同じサイズなので、元になる1枚の紙を用意していただいて、で、私はマックス12センチでやりたいんで、この12センチの中心ラインを出したいと思います。でね、さっき作った時にちょっとずれたんですよね、このように。こっちは G だけど、こっちはっていうことで。で、表に使う面、このように、図が入っているものよりは、このように文字が前面に入っているものの方が綺麗にいくと思うので、その辺もポイントとして押さえておかれるといいかなと思います。で、だいたいこちらのサイズでしたら、まあ、ほぼ、ここの余りが同じなので、この字と字の間、この字と字の間ですね、大体同じぐらいかな、ちょっとずれはあるかもしれないんですけど、字と字の間ぐらい、それで12センチのところをこう左右対称になるところで出してもらえたらと思います。で、12センチのところに印を入れておきますね。小さくでいいですよ。で、線が引けましたら、ちょっとこれだと枚数が多すぎるので、半分ぐらいに減らしまして、はい。印を入れたところに定規を合わせて、カッターを出してきて、カッターで、
カットしていきます。ちょっとね真上からした方がいいので立たせてくださいね。 OK、 はい。で反対側、こちらね余ったのはまた後で使い方ご紹介したいと思いますので一旦置いておきまして、余ったサイズですね、余ったサイドですね、こちらもこのようにセットしましたら、印を入れたところに定規を当てて、カッターを当てて、はい、カットします。これでもう幅は OK です。で上と下も元々サイズ内に収まってますのでこのままでいけます。これをまず何枚か作りたい封筒の枚数かける2枚で作っていきましょう。はい、そしたら続いて表になる方を探しながら、表になる方が上になるように合わせていきます。どっちもこうやって数字が入ってるとあれですね、なるべく黒い部分の多い方が表になるようにしていきます。こう図がある方は図がない方を表に、ここね、ここやっぱりずれちゃいますよね。ある程度は仕方ないかなって割り切ってますけど、ちょっと本の想定によってはそうなることもあるので、でこのように表面になる方を上にしてきます。で全部で何枚あるか数えますね。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 ということで、そしたら 1,2,3,4,5,6 枚、6枚ずつに分けます。で分けた方それぞれ、これも最初の1枚でいいので、2センチのところに印を入れます。でこちら側、はい、上もですね、上も2センチのところに印を入れます。でさっきと一緒ですね。揃えましたら、ここね、これ線が入ってるので分かりやすいですよね。合わせて、でこちらも印を入れた2センチのラインでカットします。はいこれ置いてても無駄ですね。あんまり意味がなかった、使えるかなと思って置いたけどあんまり意味がなかった。私ね、動きがね雑いから、まあレディーにはなれませんね。ほんと上品な人憧れるわ。よいしょ、これが表側です。で、表なので表のまま置いておきます。続いてもう半分、こちら、これ表がこちらで裏がこちらですね。はい、裏になる方を上にして、続いてちょっとこう裏になる方を上にして、少しこのように斜めに
一枚一枚が出てくるようにします。そしてですね、セットしましたら、まず先ほど同様2センチのラインに印を入れます。で、反対側もですね、2センチの位置に印を入れておきます。このまま裏側もいけるかな、やめとこう、裏側からやった方がいいからちょっとズボラになりたい気持ちを抑えてですね、でこれも2センチの位置ですね、2センチの位置に印を入れます。でそしたら続いてですね、続いてはこのように、はい、反らして、続いて1センチですね、1センチの位置で印を入れます。1センチの位置に印を入れます。反対側も1センチの位置に印を入れますね。はい、さてそしたらハサミを準備しましょう。でそれぞれこのここに1センチ2センチと線が入ってますので、この位置でカットします。カットします。下のところは裏になりますので表から見えないのでこのままでいいです。こちらね、こちらもカットしますけど、この場合ちょっと後で見える場所なので、ここは後で消しゴムで消しますね。こういう場合はここを消しゴムで消しておきます。はい、これを残りすべて行います。四隅をこのサイズでカットしていきます。はい、それでは続きまして、今作ったこちらの長い方を準備します。で、糊を準備してください。糊はなるべくこのように先の細いタイプが使いやすいと思います。そしたらですね、この端に切ったこの角ですね、角から角まで一本細く線を引いていきましょう。そしたら裏と表を確認して、表が上になるようにこの角に合わせて貼ります。でちょっとね、糊がねはみ出てくると思うので、拭き取りながら、はい、しましょう。で続いてこちら反対側もですね、もう反対ワンサイドも同じように合わせます。でちょっとサイズが合わなくてずれてても大丈夫、後で気になる場合だけここの部分をきれいにカットしていただければいいので、これでもうほぼ完成なので、このまま乾かしておきます。でこれを残りもすべて同じように作っていきます。もう一度一緒にやっていきますよ。はい、セットしたら、印を入れた位置から途切れないように印を入れた位置まで、あんまり内側に糊をしますと中のこの物を入れる部分が小さくなっちゃうので、そこだけ気をつけますね。で、はい、ちょっと位置を確認しながら、で続いて反対側も同様に糊をつけて貼り付けます。
これだけ。これを繰り返していきましょう。それでね、今このままだとこれが表面になるんですけど、ちょっとこっちか、文字を書いたところに見えないじゃないですか。だからね、名前をつけるこういうラベルが必要になってくると思うんですよね。なので今からラベルを作っていきたいと思います。で、今ここに A4 のコピー用紙を用意しております。もうこの A4 のコピー用紙で十分だと思いますので、A4 のコピー用紙を一回2回これぐらいの幅でいいかな。さっき作ったのちょっと大きすぎたんですよね。でもやっぱりもうちょっと書ける、私字が大きいからあんまり小さいところだと書けないんで、やっぱりこの大きさでいいかな。ということで1枚でだいたい8枚ぐらい取れると思うので、取りましたら、おっと倒れてきた。合わせてね。ペーパーカッターお持ちの方はペーパーカッター使っていただいたらいいんですけど、ない方は普通にカッターでいいので、はい、カッターでカット、余分なところをカットしておきます。こちらもセットして、葉っぱですけどね、幅もね、そんなにたくさん必要ないので、2センチくらいカットしちゃおうかな。2.5 センチくらいの方がいいかな。これぐらいにしましょうかね。はい。カットします。そしたら続いて幅ですね。幅もまず半分に折りますね。半分に折った後、まあ、一旦ここでカットしまして、それからこっちですね、こっちで 1,2,3,4,5.5 センチ かける 1,2,3,4,5,6,7,8,9 センチ、 何センチくらいだろう。横が12センチなのでそれより小さく、まあ、ここでいいかな。はい、こんなものかな。ほぼ一緒ですね。ここですね。はい、9センチぐらいですね。多分9センチぐらいのところでカットします。OK。はい。で、カットできましたら、別にこれ四角いままでも全然いいと思うんですけど、四角いままだとなんかあんまりね、あんまり可愛くないかもしれないということで、ちょっと端をね、適当に、もうここはもうラフに適当でいいと思うので、四隅をカットしていきます。もうほんと適当、位置もバラバラ、こんな感じで。ちょっとここが大きすぎたんで、ここに合わせようかな。他もこんな感じで割と適当でいいと思います。はい。結構適当でも可愛くなると思う。多分。わかんないけど。気に入らなかったらまたやればいいので、まあそれだけのことなんで、そんなに気にしなくても。はい。で、用意してきたら、まあこうやって
貼っていくんですけど、その時に使うのが何でもいいと思いますけど、あのお家にある包装紙、包装紙がいいんじゃないかなと思います。で、大きさなんですけれども、まあどれぐらいいるかな、8枚なんで1,2,3,4 枚いけるかな、ちょっと置いてみようかな、1,2,3,4 枚は置けないね、3枚ぐらい、もうしょうがないな。こっち向きだったらこれも2枚でしょ、そんなもんか。1,2,3,4,5,6,7,8 ということで、まあ、4枚置くとしまして、もうざっくりですけどこんな感じで、このあたりこの辺で切ってもらったらいいと思います。あとで綺麗にサイズ揃えていくので、この状態ではもう適当に切って大丈夫です。はい、そしたら今から紙をセットしていきますけど、はい、折った後この線にね揃えますね。で揃えると何がいいかっていうと、まあお察しの方はお分かりいただけると思うんですけども、垂直にカットできる。そして角度を変えて、ここもはい垂直にカットできますね。そしてここも垂直にカットして、まずまあ垂直の長方形を作ります。でここに貼っていくわけなんですけど、この状態で表に折って真ん中ぐらいに2枚貼ってもいいし、こういう感じで2枚貼っていきます。でその前にちょっとサイズを取りますね。で幅が12センチだったんで、幅が12センチ、今これ12センチあるんですよ。ちょっと大きすぎるので幅を1センチほどカットします。1センチ、何センチぐらいよく余るかな、9センチだったから1センチカットしてもいけますよね。ということで1センチカットします。でこの状態で均等になるように貼っていただければいいかと思います。では貼っていきましょう。で割と私糊の2種類使い好きでして、これはスポンジがついてるので広い範囲を一気に塗りたい時に向いてる、
まあ、あんまり水のり自体がこの作品には本当は向いてないんですけど、ちょっと水のりしか今ないんで、これで中央の部分をザザッと塗ったら、続いてこの細い方で、ここですね、今ちょっと軽く六角形になってるんですけど、この六角形のところの端を塗っていきます。で、塗れましたら、均等になるように貼ります。これを繰り返していくだけです。はい、続いてですね、続いては、先ほど作ってたこの下のところですね、ここに、この下の部分を折っていきます。で、折れましたらまた糊を準備しまして、はい、これはね、いつも泣いてる方と違う方で人間の言葉を結構喋るんですよ。で、これを折っていきますね。まあ一生懸命人間の言葉を喋ってるつもりなんで、全く違うっていう人もいれば、そういう風に聞こえるっていう人もいるとは思うんですけど、結構ね、私の口癖真似するんですよね。ね、どんどんこれをね、流れ作業のように下を塗っていきます。どうしたん？ちょっと失敗ぐらいいいやという感じで、はい、こういう作業ですね。はい、続いてですね、先ほど貼った紙ですね、これをまず一枚一枚切り離していきます。何枚も一気にやってもらってもいいし、一枚ずつやってもらってもいいんですけど、この場合ね、上下はそんなに気にしなくていいと思うんですよ。上下っていうのは、割とこれ、買った時にここはそんなに干渉しないんですよね。ただ、この端ですよね。端は結構干渉するので、まず、端を整えていくことから始めたいんですけど、これもそうですね。まずそれぞれ5ミリぐらいのところでカットしたいと思います。で、こういうガイドラインがついたマットを使うと結構簡単にできるのでおすすめですね。で、それでサイズをちょっと確認しますね。まあ、これぐらいだったらね、良さそうですよね。で、上がちょっと空きすぎないような気もするので、その部分を若干揃えていこうと思います。ちょっと太くても可愛いかなと思うので、若干太めに。はい。こちらも。まあ、ここは結構一枚一枚していくので、割と時間がかかる作業なんですけど、まあ、慣れたら楽しいと思うし、面白いんじゃないかなと思います。
で別にね、さっきカットしたけど四角いまま貼っても可愛いかも、額っぽくって。こんな風に私さっきはしましたけど、四角いままも可愛いと思うので四角のままでいこうかな、ね、四角のままでいこうかなと思います。カットしたい方はこのあたりカットしていただいてもいいと思います。そんな感じで1枚ずつ作ってってください。これに関してはそんなにもう最初からサイズが綺麗に出てるので、上のところをね、上と下をカットしたらいいかなと思います。でこっちは横がちょっと大きいので上を若干、短めでも綺麗かなと思うんですけど、こういう感じ。これは少しここを広めにカットした方が綺麗そうなのでカットしますね。うん、っていう感じで一枚一枚今適当に好きな感じで作っていってもらったらいいと思います。そしたら続いてスタンプを押していきます。例えばスタンプを綺麗に押したい場合、押した位置にこう押したい雰囲気でセットして、自分が目印としやすいようにこう逆にこうしてこうするとその押した位置に来るので、そしたらスタンプ台でインクをつけますね。で必ず試し押しをしてから押すようにするといいと思います。で綺麗に押せるのが確認できたらインクをつけて、で先ほど行った位置で押してあげます。すると押したかった位置に押したかった向きで押せますので、こういう感じでやっていくといいかと思いますね。それを繰り返していきますね。こういう感じ。ちょっと私スタンプ押すのがあまり上手くないんで、一回スタンプの上手な押し方っていう動画も出したんですけど、なかなか難しくって、あんまり力を入れても良くないみたい。で、ゆっくりと剥がしてあげる。こうやって押していきます。続いてまた違うスタンプをこう押したいなと思いましたらね、このような形で押したいなと思ったらこのようにセットして、で自分が分かりやすい目印ですね、目印の位置に置いてあげるとスタンプがその角度でくっつきますので、そしたらまた同じようにスタンプ台でインクをつけて試し押しをして、で周りにインクがつかないように確認しながら押してあげます。あんまりねうまく押せなくてもいいの。ちょっとこれ多めに作ってたでしょ、だからその中で綺麗に押せたのだけ使えばいいので、綺麗に押せなかったからって言って気に病む必要もないし全然大丈夫って自分に言い聞かせてます。私はこういう感じで綺麗に押せる時もあるから、そのなんか何回か押した中で綺麗に押せたなと思うのを使えばいいだけの話なので、こうやって押していきますね。はい、そしたら続いてこの宛名ラベルを貼っていきます。貼る位置ですね、切手を貼ったりしないといけないので、その部分を開けてちょっと下側に貼っていきたいと思います。で押した中から、比較的綺麗に押せたなと思うものを選んで貼っていただいたらいいので、こういう形で貼っていきます。で なさりたい方はこの真ん中にも糊を塗っていただいてもいいんですけど、インクがね滲む恐れがあるので
なるべく私はこの端だけで貼っていこうと思います。位置を合わせて、なるべくスタンプをしたところを触らないように、なるべく触らないように貼っていきます。こういう形で、こうするとここで折った時に、まあちょっと下の方なんですけど、自分の宛名はこの辺りに書けばいいので、そんな感じで最初にね、ちょっと高い位置でやりすぎたんですよね、この辺で。なので今回ちょっと若干下げておりますので、 これだとちょっとうちが使う切手が貼れないかもしれないなと思ったんで、若干下の位置でやっていくことにしました。皆さんはお持ちの切手のサイズでちょっと位置を出していただいて、まあ、貼っていただいてもいいし、ここ結構カットしてるんであんまり干渉しないんでいけるかなという気もしないでもないんですけど、まあ、そんな感じでやっていきます。それでですね、こう作成中にこのようにちょっと紙が余ることがありますよね、この切れ端が。でこういうのはどういう風にしてるかっていうと、ちょっと手にのりがついてますけど、例えばこのように丸くカットして置いておいたりとか、あるいはこういう感じで紙に貼り付けて置いといたりっていう風に使います。カットして使ったりで、そのカットしたのは何に使うかっていうと、例えば今回作った封筒でしたら、封筒のこういうところをこうシール代わりに留めたりするのにも使えるので、意外と便利かなと思いましたので、ちょっと簡単に作り方を説明したいと思います。もう説明するまでもないとは思うんですけど、例えばですね、今回はそんなに分厚い、厚みのある、幅のあるものが2センチまでしかないんで、あんまりないんですけど、まあそういう風に使っていただく、丸くカットして使っていただくっていうのも一つ。それからもう一つはですね、このように今、こう、種類で、ごとにクリップで留めて、分けてるんですけど、こういう感じですね。これはまた次回使う予定にということで、ちょっと丸めて瓶の中に置いておき、入れておきますね。こうやって入れておくと、あまり場所も取らないし散らからないし、なので小さい瓶大好きなんですよ。で、先ほどから使っております、こういうスタンプですよね。このスタンプがあると、これは全部そのこうラブという文字をスタンプして、ちょっと手でちぎったりして、あんまりこう四角くカットするのもいいんですけど、ちょっと手でちぎった方がなんか風合いが出ていいじゃないですか。なんでそんな風にしてます。でこれは何に使うかというと、これも同じですね。こういうので、例えば、じゃあここにちょっともう、こんな感じで貼っといてあげると、あ、ラブっていう感じでね、貼れるし、で、ハートと一緒にラブっていうふうに貼ってもいいしっていう感じで、今回は郵送に使うので、あんまりあれなんですけど、こう、ちょっとスタンプタイプのもの、これも、この、こういうところが余ったところに、こう、スタンプをしたら、これはこれで、こう、何もないところに貼ると可愛いんですよね。これはもう、英字と英字だから、喧嘩しちゃうんだけど、こういう真っ白のものにちょっと貼るだけでも可愛いし、で、これも、まあ、何に使うかって言ったら、まあ、大して何も、何もなんないかもしれないんだけど、例えばこうやって、こう、クリップのここにこう、止めておいてもいいし、まあバッとこう挟む、ちょっと
スタックにしてもいいし、半分に折ってタブのような形で貼ってもいいしっていう感じで、いろいろ考えようによっては使い方いろいろ出てくるので、まあ、面白いなと思ってこういう感じで何でも使えるのでやってます。これは幅グッデイですね。これは自由の女神で、後ろはこう五線譜なんですけど、五線譜がちょっと透けてるのもいいかなという感じで、これは紅茶染めの紙ですね。はい、この中にこれは、これもそうですね、スタンプのようにこう貼ってますけど、こういうものにしておくと意外と使いやすい。ハローだったりで、まあ、エアメール送るときだったらエアメールだったりで、これは本当にスタンプの組み合わせで、切手型のところに、これはピンキングで切って切手のようにしたんですけど、切手型に押してさらにアルファベットのスタンプを押してっていう感じで花を中に押したりとか、こういう感じでもうアルファベットでやってったりしてすると面白いかなというふうに思います。もう本当これは余った使わなかったページでやったんですけど、この辺はだいたい端ですよね、本の端っこを使ってます。今回だったら何ができるかな、ちょっと大きさ合わせてみようかなと思うんですけども、このねスタンプがあると面白いんですけど、こういう切手の消印みたいなのもあるので、こういう感じで押しても可愛いし、今回だったらこの自由の女神、こう自由の女神が押せそうなんで、例えば今からの季節でしたら、お子さんの勉強のこうしおりですね、しおりを例えばこれだったら半分に折って半分にカットして、それぞれ裏表に同じようにこうこっちとこっちと押しておく、で挟んでおくと、ここでこう自由の本のところから自由の女神がここだよってこう灯台を照らしてくれるっていう感じで、それでそれも面白いかなっていうふうに思うので、そういうのちょっと作ってみます。はい、ということでこうスタンプをセットして、念のため試しよしをしておいて OK だなと思ったら、押していくだけこういうねことが私は大好きで、ダメなんだけどね、文房具とかが結構好きで、でそれが多分うちの娘にも映ってるのかなと思うんですけども、文房具教えてもないのに大好きで、ちょっとねずれたり映らないとかあってもそれはそれで味になるからいいと思いますよ。それは味だから。っていう感じで、裏も表も両方押してあげるといいんじゃないかなと思います。で、今スタンプ押しててちょっと思いついたんですけど、これ植木のね苗のポット苗のラベルにしても可愛いなと思って、この前ラベルしたじゃないですか。それで。ラミネーターとか入れ、ラミネートとかしたんですけど、まあ、それもしても可愛いかなと思って、形的に。で、私今、ローズマリーをいろいろ刺し目してまして、それでなんか刺し目は結構つきそうなんで、刺し目、ラベンダーとローズマリーと、それと、政治もちょっと、つくかどうかわかんないんですけど、やってみたんですよね。で、あと、バジルの種を買ってるんで、もうそれ、苗植える予定なので、それで、別に、まあ、苗見たら私はわかるんだけど、
つけたいじゃない？単純に。つけたいなということで、こういうその、こういうね、英語がついたこの端はどうしようかな、使いにくいなと思ったんだけど、逆にそれが可愛いアクセントになるかなと思って、それでちょっと、こう、字を書いていきたいなと思いまして。で、これは娘がくれた、ペンで、焦げ茶色なの。ちょっとレトロなの。だからね、焦げ茶とワインレッドと、それからグリーンをくれてるんですよ。なので、ちょっと色を変えていこうかなと思って。こんな感じで書いていこうかなと思っております。ローズマリーはとりあえず焦げ茶にしよう。Y は女性らしく書くときはここのところを小さく書く方が綺麗だよね。いい忘れてた。わ、失敗だ。これ3枚すごく綺麗に出てるのにね、ここ下失敗したということで、失敗したら失敗したところをカットして違うものに使う、まあそういうあり方もあるんで、まあ、そんな感じでバカ、すっごいバカ。こういう感じで、はい。書いていきたいと思います。あ、これも間違えた。すぐ間違う癖がある。ダメだな。最近あんまり手書きしないからかな。本当に嫌になりますね。で、これをラミネートしてピュッて刺しといたら可愛いかなと思いまして、はい、このあたりいらなければカットしてもいいんで、そんな感じで使ってみようかなと思います。あとの2色はこんな感じです。真っ黒じゃなくていいですよね。なのでそんな感じで色を変えても可愛いかなと思いました。はい、ということで、そうこうしてるうちに出来上がりました。で、こちらの封筒なんですけど、はい、定型で出せますので、何グラムぐらいかな？ 11 枚。10枚何グラムか測ってみますね。10枚でだいたい50グラムだったので、1枚あたり5グラムぐらい。なので、まあ全然そんなに重くないと思いますので、はい。少々のデコレーションだったら封筒は定型で重さで出せると思いますので、あとは中身の量ですよね。それで100グラム以内とかに抑えていただけたらよろしいかと思います。どこいたっけな、あったあった、もう一度なんですけど、はい、確かね、50グラム以内と100グラム以内で値段が違ったと思うので、そのあたりちょっとまた郵便、日本郵便の方でご確認いただければと思います。で、こちらもね、先ほどと同じように、これ1枚ちょっと折った跡があるんであれなんですけど、ここで折っていただいて、で、ここを糊付けしていただければ普通に封筒になりますし、ここに宛先を書いていただいて、こちらの方はもうやってませんけど、宛名シールなり、また同じようにこういう紙を準備していただいて、ここに貼っていただいて、裏側に貼っていただいたらいいんじゃないかなというふうに思います。で、ここですね、ここに例えばこんな感じで貼っていただいても、こうちょっとね、ずらして斜めに貼ると可愛いんじゃないかなと思いますし、まあ、そんな感じでいろいろ使い方もアレンジしていただければと思います。この辺の色の違うものが可愛いかな、やっぱり。使っていただくなら色が違う方が可愛いかもしれないよね。ということで、こんな感じでペタッとこういう風に
貼っていただくと可愛いでしょ、はい、こういう感じでやっていただいたらいいんじゃないかなというふうに思います。ということで最後までご視聴ありがとうございました。ちょっと挨拶するんで待ってくださいよいしょ。ということでまあまあこういう夜鍋仕事が大好きなもので夜中になるとごそ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 とこういうことをやっております。はい、ということで今はちょっと夜中にごそごそ編んだり夜中にごそごそ手作りしたりということで昼間もしてますけど全然はかどらなくてどういうこっちゃと思ってるんですけども、はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。 Thank you for watching and see you in my next video. Bye bye.